Today I die.ご紹介させてください。119期北井優希選手、そして112期埼玉の太田理恵選手です。皆様、はい、パリオリンピック自転車競技日本代表112期埼玉支部所属ガールズ競輪の太田理恵です。どうぞよろしくお願いします。はい、で太田選手、実は2016年にこちら日本競輪選手、今養成所という名前になってるんですけど、日本競輪学校から入られたということですよね。はい、そうです。はい、私がこの日本競輪選手養成所、当時は日本競輪学校という名称でしたが、入学したのは2016年になります。高校までは陸上競技をやっていましたが、家計を支える職業を探していく中でガールズ競輪を知りました。当時は陸上競技から約3年ほど離れて、完全にギャルと化していて大学に行き、バイトをいっぱいして、飲み会にもいっぱい行ってというルーティンの毎日を過ごしていました。養成所に入れば生活が一変することは分かっていたので、すごく覚悟を決めて養成所に受験をして入学をしました。自転車競技に関する技術や知識は何もなく、養成所から一から学んでいく中、在所中に先ほど紹介がありましたナショナルチームのブノア・ベトゥテクニカルディレクターと出会いました。ナショナルチームに加入して養成所卒業後もガールズ競輪と並行して国際大会に出場、念願だったパリオリンピックの舞台にも先日のオリンピックで立つことができました。パリオリンピックをもって競技活動は引退することとなりましたが、先日の全日本選手権のトラック大会でも盛大な代表引退セレモニーを開いていただきました。まだまだ長い道の途中ではありますが、養成所への入所が人生におけるターニングポイントであったことは間違いありません。そんな日本競輪選手養成所が生まれ変わる、改めて先ほどの発表を聞き、ワクワクするような未来が想像できました。トレーニング施設だけでなく、女子候補生の住環境もより良くなるとのことで、候補生を志す方も増え、ガールズ競輪自転車競技の活性化にもつながると感じています。期待に胸を膨らませて2026年の完成を待ちたいと思います。いや、本当にさらにガールズ競輪盛り上がってくれると嬉しいですよね。はい、そうですね、ライバル増えますよ。はい、待ってます。はい、元プロサッカー選手、神奈川119期北井優希です。私は20歳の時に、プロサッカー選手としてデビューし、 J リーグのクラブにいくつか所属した後、2019年3月、29歳でサッカー選手を引退しました。それでもプレーヤーとしての第一線で勝負するという目標を諦めることができませんでした。夢ではなく目標だったのです。すぐに次の道、別の道で情熱を注ぎたい、そんな思いから引退したその年に養成所の試験を受験し、2020年入所いたしました。養成所時代は選考日本一と言われた滝沢正光校長が自ら教えてくださる、いわゆる T 教場で指導を受けました。競輪のことをしっかり教えていただき、とても満足ができる1年間を過ごすことができました。競輪選手となってからもその教えは生きており、選考にこだわりを持って競争に臨んでいます。養成所を卒業して3年、今年の6月に念願だった G1 競争で優勝することができました。サッカー選手を引退後、プレーヤーでいることを模索していた中、この日本競輪選手養成所に入ったことで、文字通り私の人生が変わりました。そしてこの度、この場所が
次世代型総合トレーニングセンターとして生まれ変わることでより多くの人の人生が変わるきっかけとなると確信しています。新しくなったトレーニング施設が一般開放された時にはぜひ私も利用させていただこうと思います。これからの日本競輪選手養成所の発展を心より願っています。JK 会長の木戸でございます。本日はこの日本競輪選手養成所の次世代型総合トレーニングセンターの新築工事それのこのプレスイベントにお越しくださいまして誠にありがとうございます。この養成所のリニューアルについて説明するにあたりましては少し歴史を遡って競輪の選手の養成の変遷についてご紹介させていただきたいと思います。競輪は昭和23年西暦で1948年の11月20日に現在の北九州市にございます小倉競輪場で初めて開催されました。その時の登録選手数は178名でした。ちなみに第2回はですね翌月ですか1948年の12月に大阪住之江競輪場で行われています。当時は住之江にも競輪場があったんですね。小倉及び大阪での開催が大成功を収めまして、それによって翌年の1949年には大宮競輪場をはじめ全国で19の競輪場が建設されまして、この全国展開に合わせて選手もどんどん登録されてですね、翌年のその1949年の7月時点では男子は登録番号で言いますと1372番まで、女子は58番の選手まで登録されていました。短期間でこんなにたくさんの選手を登録できたのも実は当時は選手の養成というシステムがございませんで、希望者はほぼ無試験で登録できたという背景がありました。今では考えられないんですけれども戦後のどさくさといいますか、早々期においてはそういったことがあったんです。戦前から自転車競技自体は実際にはかなり行われておりまして、アマチュアまたノンプロの方含めて選手の方々は相当数はいらっしゃったということでございます。しかしですね競輪の人気が高まるとともに、プロの公営競技選手としての資質また自覚が欠ける選手に対して、世間から批判の声が上がりました。もともとその選手に対しての批判というよりも無試験で希望者を選手として登録していたという機構自体にも問題があったということでございます。そこでやはりしっかりとした選手の養成が必要だ、それにおいては養成所が必要だということがございまして、その結果1950年の9月に東京調布市の京王閣競輪場の近くに初の養成所となります日本サイクリストセンターが開設されました。そこで既存の登録選手に対する再教育訓練を行い、次に新人選手の養成を行いました。ちなみにこのサイクリストセンターは1955年の4月に日本競輪学校と改称をされています。この調布にありました養成所ですけれども、こちらは自前のバンクを持たず非開催の京王閣競輪場を借りて訓練を行っていました。それで京王閣競輪場が開催の時にはですね、バスを使って近くの西武園ですとか川崎などですね、そちらまで行って遠征して訓練を行っていたそうです。この養成所は一部施設を除いて竣工し開校いたしました。これがまだ最初の頃の養成所の写日本競輪学校ですね、昔の学校の写真でございます。当時としてはですね、関係者の思いと理想を詰め込んだ理想郷でした。競輪の30年史に当時の競輪学校の完成にあたって万感の思いを込めた文章がありましたので、ご紹介させていただきます。今眼前に広がる吊り屋根大スパン構造の体育館をシンボルゾーンとして緩やかなスロープを巧みに利用して前庭、中庭、
生徒集合場所の後庭をサークル状に囲んで、校舎、校堂、生徒宿舎が立ち並ぶ。この素晴らしい構築物は世界に比類のない自転車競技の殿堂と呼ぶにふさわしい。長い間日陰を歩き続けてきた競輪関係者の夢と理想が現実のものとなって凝集されているのである。その後、候補生の生徒宿舎の新築ですとか、あとは耐震補強工事ですね、これらは行いましたけれども、それ以外の主要施設はほぼ当時のままですので、老朽化が進み改修の必要が生じてきました。そこで改修するにあたって、どういうふうにしていこうかという中で、大きく2つ目指すポイントがございました。一つは今の時代にふさわしい施設にリニューアルしようと。でもう一つは次世代を担う候補生たちがアスリートとしてその才能を最大限に発揮できる施設にしようということを最大のテーマとして、JK の中でプロジェクトを組んで検討してまいりました。検討の過程では、入所している候補生ですとか、実際訓練にあたる教官、また自転車トラック競技のナショナルチームのテクニカルダイレクターであるブノアさんたち、そういった方たちへのヒアリングは行いました。また国内においてナショナルトレーニングセンターをはじめとした施設、そして実は国外においてもですね、これはフランスの国立スポーツ体育研究所、インセップといった方が通りがいいのかもしれませんが、そちらを拝見したり、または同じくフランスの国立サッカー養成所、同じく国立のラグビーセンター等ですね、これはブノワダイレクターのご尽力で、それらの施設を詳細に見学をさせていただくことができました。そしてそれらをこの計画に取り組みました。でその結果として、最新鋭のトレーニング機器を備えて、サイエンスデータをもとにした科学的トレーニングが実践できる総合トレーニング棟を作ろう、また十分に休養リカバリーができる快適な宿舎を整備する。これらによって約1年間の養成期間で最高の成果を上げることができるトレーニングと休養が結びついた一体的な施設を構築しようということになりました。やっぱり競輪選手養成所っていうのは日本の唯一の施設なんで、最高のパフォーマンスを生み出せるようなそういう施設環境の素晴らしい場所と思っております。本日はこのような建築がどのようにして生まれたかということをご説明させていただきたいと思っております。今日はマスコミの皆様、事前にもいろいろ質問いただきましたけれども、どういうようなものが新しくなるのかということというのを興味を示していただいているということを改めて嬉しく感じました。この、新しい建築というのはこの黄色いところの、ものでございまして、こちらのものが2026年を予定して竣工の予定でございます。でこの施設の計画は2022年夏ぐらいからですね、始まっておりますが、実は我々が参画した当時にびっくりしたのがですね、この施設は巨匠アントニオ・レイモンドさんが作られた、建物でございました。でこれがですね、実は閉ざされていてわからなかったのはですね、ジック自身がですね、やはり表に出ていない、ところでしたので、我々建築の専門家から見てもですね、このような群集家で残るものというのがあったというのは大変びっくりしました。プロの選手はですね、1968年から約1万人以上卒業生が、配置されておりまして、競輪選手から見てもこの場所は故郷であるというふうに言われております。レイモンドの設計はですね、こちらの図面の方に顔印がある建物がですね、全てレイモンドさんの建築になりまして、全部で15棟ございます。で残念ながら15年前にですね、機能を更新しなければいけないということで、左下にありました旧宿舎がですね、新しい宿舎に変わっておりまして、こちらはレイモンドさん以外の設計者でございますが、このような形で現在、機能を更新しております。でこの
レオンさんはどういう方かと言いますと、群馬の音楽堂とかで有名な、各地方によってはですね、観光資源にもなっているところがございまして、我々としてもですね、このような、いろんな方に見ていただきたいという思いもあるんですが、まずは木戸会長がお話しあったようにですね、強い競輪選手を作るためにはどうしたらいいかというのを考えております。でこれはですね、今回の計画地の右上に JK400 とありますが、こちらもレモンさんの建物なんです。この JK400 と校舎の建物をつなぐことで、先ほどムービーの中にもありましたが、練習時間を生み出すようなことができないかというのが案のきっかけのスタートでございました。で56年間ですね、最低限の改修によって用途ごとに建物を使い分けてきました。しかし、さらに強い競輪選手を生み出すこと、開かれた軸となるような新しい建築を作ることが必要となります。で具体的にはですね、左上からですね、ローラー場というものがありまして、競輪を、練習する前にウォーミングアップをするところでございます。でその横に格納庫で、右側に体育館のトレーニングをするところ、左下にはですね、自転車を分解して学習をするところですね。で、下のところは校舎棟になりまして、教室がございます。で右側にですね、宿舎というところで食堂、共同の部屋、あとは大浴場があります。でこちらは56年前にありましたので、設備等も大変古く、機能更新しなきゃいけない。また空調もですね、完備していないので、空調完備して世界のアスリートに近づけるようにしていきたいという思いの上、考えていっております。こちらのですね、校舎棟からこのような建物の配置になっております。で手前にあります V 型のところが女子のエリアの、宿舎で、奥のところ、手で示しましたところは女子のところでございます。その奥のところが、男子の、宿舎になります。で左側がトレーニングエリアになりまして、今既存の建物の教室以外のところがですね、全てこちらに引っ越してくる。さらにですね、空調とか設備もですね、最先端のものになっているというような状況が、2026年に完成予定でございます。今度の新しい施設は休息とか体を休めるとか、そういうものにもすごく力を入れて建てると聞いておりますので、よりこう精度の高い訓練を行える一つの要因になると思うので、楽しみですね。動線の確保が素晴らしくなると、今までと比べると1年間で約2週間分の訓練時間を確保できる。自主練習なんかの当てる時間がすごく多く取れるんで、高校生の主体性を伸ばすためにも新しい施設への期待が高まります。